こんにちは。カナノアです。ピー。この光景はですね、お洋服紹介でございます。いやー。パフパフ、多分5、6月ぐらい。もう春過ぎても、まあ夏でもなく、冬でもないコーデの紹介です。梅雨時期。はい、コーデの紹介したいと思います。これね、一回インスタにもあげたんですよ。え、そう、見たことある、かわいいと思った。ベープって言うの？ BEEP です。これかわいいでしょ？見て、かわいい。見てこれ、しかもなんかさ、生地もいい感じで好きなんです。テロテロしてるよ。そう、ほんとおすすめです。これ皆さんチェックしてみてください。で、中に着てる黒のインナーが H&M です。で、これわかんない、多分あのユニクロとか GU 系だと思う。プチプラ系の黒のデニムです。で、なんかね、これ着たいなって思ったの。でもこれ着たいなって思わせたい時ってさ、やっぱさ、中をさ、ちょっとさ、シンプルにしたいじゃん。だから中は真っ黒です。で、アクセサリーはこれフォーエバーでね、買ったの。可愛いでしょ。フォーエバーです。可愛い。で、あと指はフェイコインズとか、あとあのノアがいつも行く駅とかのあのアクセサリー屋さんです。これはあれです、 H&M です。で、このナーの可愛い腕時計ちゃん。まあ、こんな感じです、ナーの格好は。結構プチプラのものが多いです。皆さんも参考してね。はい、カナでーす。じゃ、まずじゃあ、ジーンズ。このジーンズね、ちょっと見えにくいんだけどさ、なんか裾が広がってるやつ、うん、サッてなってる。これは、ローリーズファーム。うん、そして、カナ、キャミ。コエンドで買いました。で、この紫のシャツ、ラベンダーっぽい紫のシャツもコエンドで買いました。かわいい。そしてイヤリング。当てる、それ。いいよ、自由。正解。紹介したやつです。覚えてるもん。で、指は指輪してます。これは知らない店で買った。なんかパッと黒だよ、黒だよ。見たことないと思って買っちゃった。かわいい。これと、これはなんか TGO とかで多分セットになってたやつの1個で、これは私お姉さんがいるんですけど、お姉さんが買ってくれました。なんかアクセサリー屋さんで、メリーゴーランド。以上です。はい、こんな感じでした。ぜひ皆さんも真似してみてください。今日も見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。いいなって思って、参考になったぞって思ったらいいね、いいね。そしてチャンネル登録してない人、お願いします。お願いします。あとコメントも待ってるよ。コメントも待ってます。あ、そのコーデかわいい、そのコーデダサいとか全然書いてください。リクエストも待ってます。待ってます。お願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。今日のカナノアもこんな感じでバイバイします。Oh,